今から Y 方向のガントリーをつけていこうかなと思います。今度はちょっとここの高さを調整しようかなと思います。入ってくれ、ちょっとまずいね、でかいっす。やっとここまで来た。はい、おはようございます。今日はですね、前回とりあえず 3D プリンターを組み立てる段階としてサイドのユニットをつけるところまでは終わらしたんで、今度は電源周りの音を整理したいなと思います。まあ見ての通りめちゃめちゃぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと配線をきれいにするっていうのはやっておきつつ、最終的にどうするかっていうのもちょっとざっくりとしか決めてなくてですね、ちょっと困ってます。まあでも一応大枠としては基本的にこういう風に、まあ、例えばこれモーターのドライバーなんですけど、こう1枚 MDF の板にバッチリつけちゃってありまして、まあ、この塊をどうやって配置していくかっていうだけの問題なんですけど、こっちもこんな感じでできてまして、でまあ基本的にこれは全部あと配線を下から吐き出して、あ、本体に下から出したコードをつなげていくっていう作業になります。めっちゃ地味です。正直取れ高ないなって思ったけど、一応記録しておこうかなと思います。はい、で今回使うのはマジックテープですね。まあ、これがいいのか悪いのか分かんないですけど、まあこんな風にこれ白いのが両面テープになってて、まあ、これがマジックテープのコンビになってて、こんな感じで剥がせるタイプにしてます。この辺ちょっとメンテナンス性を兼ねて考えてみました。これをこの MDF の裏側に貼り付けていくことで、どっか問題があったら問題のある部分だけを取り外して交換するとか、そういう感じでやっていこうかなと思ってます。一番いいやり方は知りません。スペースがない。この辺かな。よし。はい、おはようございます。今日は1月の5日ですね。昨日仕事始めってことで多分動かれてる方もいいんじゃないでしょうか。僕はまだ働きません。今日はですね、ちょっと電源ユニットこいつだけどうしても、昨日はビス止めをここに M3 のボルトをつけてやってたんですけど、このタイプの電源ユニットだけちょっと違くて、直接ビスを打つところがないので、こんな感じで部品を作りました。正直色がめちゃめちゃダサいですけど、一時的にね、先にはまるかどうかを確認したかったのでやってみたんですけど、ぴったりです。こんな感じで、よいしょ、固定してここの2箇所と、それからもう1個作ってみたんで、これを角っこにつけて、まあ、3箇所で止めるようにして固定してきます。よし、OK、着きました。ちょっとプラプラするか。はい、じゃあ MDF の塗り方をちょっと紹介しておきますけど、まあ、最初はね、こういう感じで、よくある MDF ボードを 9mm 厚の材料を使ってます。で、これに使ってたのが水性のステインで、木製家具などに使われるやつらしいです。で、これをそのまま普通にハケで塗ってシンプルに乾燥させて終わりなんですけど、そんなね、凝ったことはしてないです。家具だったらこの上に仕上げ用にニス塗ったりとかするらしいんですけど、僕はもう黒のやつを上から塗りっぱなしで終わりにしてます。ハケがもう古いから泡立ちがすごいですけど、あ、これ本当は扱うときは手袋をね、本当はした方がいいみたいです。まあ、当たり前なんですけどね、手汚れちゃうんで。よいしょ。はい。まあ、とりあえずこれで乾燥させます。まあ、一応水性なんでね、多少洗えば落ちるのかな？確か。
側のこの板を取り付けてみました。でも仮止めなんですけど、一応つらぴったりにしたんですが、なかなかこっち側のスペースがかなりギリギリになってしまってます。使うべきテーブル類を全部下の穴から通していきます。これでとりあえず全部かな。オープン。よし、できたー。ほぼ完成です。こういう感じ。ちょっと時間かかったけど、アフターはこんな感じ。ヒンジはちょっとそんなに綺麗な感じじゃないけど、まあいいや。まあ、後ろの電源タップで、これがまあ全部の電源につながるスイッチで、まあ、ここの6つのスイッチで、まあ、3D プリンターとヒーターとヒーターその2つ、まあ、あとなんかいろいろあります。このチャンネルでは 3D プリンターを中心に建築や家具などの大型造形のノウハウや特殊な素材を使った施策を紹介します。 Udemy ではデータからものづくりないし製造につなぐデジタルファブリケーションに関連したレクチャーをしております。ライノセラスとグラスホッパーを使ったモデリングを通して、これから 3D プリンターを始めたい方やパラメトリックモデリングツールを使って家具を設計するレクチャーなど、個人でもモデリングからものづくりを行うためのノウハウを紹介します。また今年度から株式会社ブーリアンメンバーとして現場の造形サポートを募集しております。概要欄にそれぞれリンクが貼ってありますので、気になる方はぜひご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。